はい、ポッポレトロゲームチャンネルです。今日はですね、鉄道日本路線旅永山電車編やっていきたいと思います。じゃあフリー走行でねやっていきたいと思います。どこまでやったの？あ、これしかやってないのか。まだあと4つあるの。1,2,3。じゃあクラマーからいきましょうか。久しぶりにやるんだよな、これ。永山電車。路線図見ながらやるか。で、じゃあこれでいきます。次は貴船口ですね。しかも L1 でね、警笛という。久しぶりにやる。2ヶ月くらいやってないから。制限45。あ、制限40か。お、すごい。あ、今警笛直さなきゃいけなかった。 P1 木船口か。あなたに船に口か。すごいね、すごい下り勾配。 L1 押すとこのこういう警笛、 R1 がこれで、 R2 がこういう警笛です。あ、ここも踏切じゃないけど渡れんだね。畑だね、畑。でもこの辺に住んでる人いいよね。永山電車のファンにはたまらないところだよね。毎日電車見れたもんね。まあ時たま騒音がうるさいって言ってね、ちょっと騒音に悩まされることもあるかもしれないけど。40キロ、制限45、制限25があるのかな。確か25番でいいね。で、停車場接近ってよ。運転手さんの声が入ってたら面白かったよね。停車場接近とかね、そういうのがあったら面白かった。バスが走ってる。17キロ。お客さんがたくさんいますね。今フリーランモード、お、着物着てる人がいる。着物っていうか晴れ着っていうか。オッケー、いいでしょう。で、出発進行。次は二ノ瀬ですね。なんか蛇行って書いてたね、今。下り勾配だ。一ノ瀬か。全然、アナウンスも全然聞こえない。聞こえることは聞こえんだけど、何言ってるかまで聞こえないんだよね。制限35。よし、下り行こう。すぐスピード上がっちゃうから。もう瓦礫の山だ。あ、やめ、危ねえ。まあ制限、あれ35じゃないの？制限解除になったの？なんだ、踏切？踏切は警笛。
ああ、踏切ね。珍しく踏切がありました。なんで光ってんだろうと思ったけど。曲線も、やべ。またトンネルか。あ、トンネルじゃないの。長いね。制限25。スピード上がるね。制限25。のせいです。青森だと一の辺、二の辺、三の辺ってある。で、八の辺っていうのがね、あるんですけど。お、鉄道ファンも写真撮ったようでね、警笛鳴らしてあげますね。はい、二種類。サービス警笛。結構人乗ってるね、反対側の電車ね。4停止位置 OK、 まあいいでしょう、こんなもんで、ね、はい、次は市原。制限45、制限30。30キロか、あ、やべ、30。下り勾配で解除、制限解除。あんまりスピード出す電車じゃないから、ね、お、ここがもみじのトンネルですね。いいですね、やっぱ綺麗ですね。明かりがいらないぐらい、まあ、明かりはいるんでしょうけど、制限45。脱線走行で行っても制限40。いいね、早っ。すごいね、なんか汽車で号のあのすごい下り坂が、下り坂思い出すね。会津若松だっけ、あるんだよね、すごい下り坂がある区間があるんですけど。お、バスとか一旦停止。確か会津若松ね、惰性で行くともう100キロぐらいまでスピードが出るところあるんですけど、市原か。千葉以外にもあんだね、市原市って千葉にありますけど。大阪も千葉に憧れてるのかな。野田駅とかね、大阪環状線だと野田駅とかねありましたけど、確か野田市ってあれ千葉なんで。あれ、ちょっと、あ、ここはお客さんいない。こうやってね、あ、工事の人がいます。あ、9センチ。もうちゃんとミラー映ってますね。あ、すごいね、リアル。二元茶やね。三軒茶屋っていうのがありますけど、東京だよ。残り1キロ。路線旅の銚子電鉄バージョンも出たら面白いよね。今確か銚子電鉄って厳しいんだよね。去年かなんかざわつく金曜日で電車の車検代っていうんですかね、それがちょっと出せないっていうんでね、なんかいろいろ電車を止めるなっていう映画作ったり、線路に敷き詰められてる石をね売ってたりね、なんかクラウドファンディングで
いろいろお金集めたり、資金をね、車検のための資金を集めてましたけどね。まあ、銚子電鉄も、銚子電鉄バージョンの路線旅もゲーム化すればね、多少収益入ってくると思うんですよね、これ銚子電鉄に。だから、これで遊ぶ、そういうね、銚子電鉄のゲームがあってもいいかなっては思いますけどね。電車を止めるなっていう映画を作る。まあ、カメラを止めるなってね、映画が流行って、それを真似してね、作った映画だと思うんですけど、なかなか評判が良くて、なんかネット、映画館行かなくてもネットで見れるっていう。制限25が。あ、ほんと待ってんの？ちょっと退避してるの。ああいう映像も見れるんだ。制限25。時間に縛られないんで、ゆっくり走ることができると。はい。学生さんかな。なんか修学旅行でね、来てる学生さんみたいな感じですけど。でもこういう路面電車って珍しいのかな、やっぱり。まあ、あの学生さんたちはね、どっから来てんのかわかんないですけど。OK。はい、出発進行。信号確認。の方、進行。あ、運転手さんの声も入ってたら面白かったけどね。トレインシミュレーターは入ってるからね。トレインシミュレーターの九州新幹線だと女性の運転士とか男性の運転士の声とかも入ってるんでね。まあいろいろ、今度次ね、次回作出すんだったら運転手さんの声とかね、出してもいいんじゃないかなっていう、入れてもいいんじゃないかなっても思いますけど。京都青瓦台前ですね。下り行こう。で、25km、制限25なんで。京都青瓦台前。はい。なんかもう、観光客にしか見えないよ。観光客か修学旅行生にしか見えないんだけど、ホームにいる人が。停止位置。 OK。 あ、0センチ停車。はい、出発進行。次は木野ですね。ベイスターズの選手に知野っていう選手がいるんですけどね、結構僕はね、個人的に期待してるんですけどね。登場曲がね、ロフトの窓から星が見える、なんたら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 っていう曲だったけど、登場曲があるんですよ。あ、ジャケットに出てくる電車の車両だね。車両、車種は分かんないけど、なんだ、右なんか映ってるね。幽霊じゃないけど、なんか白い線が入ってるけど、何なんだろう。運転手さんの後ろの方で誰か張り付いて見てんのかね。全面展望って YouTube の動画で全面展望って検索するとね、たくさん出てきますけどね。しかし下り坂多いな、ここ。おお、自転車で渡ってますね。やべ、ちょっとスピードやばいかな。
か結構ギリギリまでスピード出してもそんなにあれなんだって、平気なんだね、お学生さん。あ、これは修学旅行生じゃない、ね、まあここに映ってる学生さんはあれだね、この辺に住んでる人は地元の人だ、ね、制限60。岩倉智美ってなんか歴史上の人物がいたけど、紙幣にもなった人ですよね。100円札だっけ、なんかありましたね。で、踏切、出町柳止まる寸直前に結構踏切が多いんでね、今も踏切出てきますけど、もっと踏切が多くなってくるんで、上り勾配か、何キロ前出していいのか分かんないんだよね、ほんと60キロ前出していいとはなってるね、スピードメーター見ると。あの赤いところまで行ってたらダメってことでしょ、スピードメーターで制限25か、停車場接近って、はい、 OK、 停車場接近、あれ停車場接近の標識出ない、駅、あ、あんな引っ込んでんだ、まあ上り勾配で、なんかね、制限25って出ないんだけど、なんか引かれるんだよね、25キロ以上出してると。これはなんか観光客っぽいけどね、出張とかそんな感じで。もあんな大人数で出張とかあるかな、8万前だっけ、ちょっと分かんないんだよね、この地名が。ここは結構一軒家が多いんだね、アパート、マンションとかは建ってないね、そういえば。IC カード使えるんだ。青森なんてまだ IC カード使えなかったと思う。パスモとか使えなかった気がするんだよね。未だに切符だからね。それがきついよね。切符っていうのもな、つらいよね。いくらかなんか IC カード使えるようになったのかな。次元25、ちょっとスピード出せるか、なんか下り勾配か、でもちょっとこれ物足りないっちゃ物足りないかもしんないね、量的には。確かに Amazon のレビュー見てもあんま物足りないとか、なんか評価が思ったより高くなかったんで、でも物足りないぐらいがちょうどいいっていうのもありますからね、量が物足りなければね、前編、あ、やべ、はい、出発進行、物足りないぐらいがちょうどいい気もするんだよね。
あんまりね量がものすごい多いとね、やりごたえがありすぎるのもちょっとね、トレインシミュレーターのあの東急東横線とか、ね、慣れないのが難しすぎるからね。まあ簡単なダイヤもあんだけどさ、1時間ぐらいかかっちゃうしね。これだったら全部やっても30分40分で済むから、こういう電車の運転ゲームって物足りないぐらいがちょうどいい気もするんだよね。そうですね、僕がこれ Amazon のレビューつけるとしたら星4つけてもいいかなって。星5つつけてもまあいいけど、そうですね、星5つ、まあ注文つけるとする、まあ注文つける別に不満はないからね、星5つでもいいんだけど、そんな特段ね難しすぎるゲームでもないし、こういう風にいろんな車両見れるしね。あ、子供、でも街並み見た感じだとあれ、あら 1.5 メートルもオーバーランしてる。あ、間違えた、次修学院、星5つつけても良さそうだけどね。まあ僕だったら4か5かな。1とか2ではないね、少なくとも。あれ今標識見てなかったけど、なんか制限25っぽいかったけど、気のせいかな。あと 600m、500m、すげえスピード上がっていくな。だんだん踏切が多くなってくるんですよ。でもちょっとね、まあ、あ、欲しい4つかな。ちょっと物足り、分量っていうか、ゲームの量にしてちょっと6500円か。値段はちょっと高いかなって感じはしますけど。確か6500円ぐらいで買ったんですけどね、ちょっとね、もうちょっと安くして、せいぜい5500円とか5000円台だったらまだいいけど、ね、あ、制限25使い忘れした。もう車掌さんが2人いますね。みんな座ってるね、ベンチに。おお、駅員さん、車掌さんじゃないか、駅員の人がね、たくさんいるね。あ、電車も来たね。OK、 55cm。で次が一条寺で、電車が止まる、こっちも止まってるけど、 こっちが走り出すとあっちも走り出すっていう。動いてないんだね、そういえば。止まってる車は見える、たくさんあるけど、でも歩行者は歩いてるようなには見える。まあちょっと不満があるとしたら価格かな。まあこの分量だったらまあ5000円から5500円、最悪まあ5500円かな。6500円、まあたった1000円なんだけど、ちょっと高いかなっていう感じはしますね。
だから欲しい4つかな。でも遊びやすいゲームなんでベラゴーにね、難しいゲームじゃないから、うん、Amazon のリビングと星1つとかに2つつけてる人もいたんで、あ、ここ人たくさんいるね。あ、みんな電車の方見てますね。みんなモザイクかけてるもんね、顔に。だってトレインシミュレーターモザイクかかってなかったからね。あ、次茶屋も。右はローソン100かな。制限55。制限55の標識が見えなかったけど、とりあえず40キロで走っていって、もうどんどんスピードが上がっていきますね。まあ、ベラボーに難しいゲームじゃないんでね、そこはもういいですよね。まあ、こういう実写のゲームもいいからね、実写は実写で良さがありますので。あ、車走ってる。制限20、下り勾配が続くのか。とりあえずこのこんな感じで、うん、結構乗客の人がいますね。OK、電車が来たね。止まっちゃった。はい、次、元田中ですね。こっちが走り出すと、あっちも走り出す。この電車かっこいいね。お、この電車って1両編成なの？ 2 両編成もあるよ。ジャケットに映ってる車両は2両編成なんだけど。元田中曲線、やべ、ちょっとスピード出してみた。ほんと難しいんだよな。でも、もう 60m しかない。いいですね、こういう風に。まあ、こういう電車運転ゲームもね、いろんな駅名とか知ることができるんでね、うわ、これで面白いんだけど。別に電車の運転手さんになりたいとかね、そういうわけじゃないんだけど。 OK、 あ、次終点ですね。お、下り勾配。結構スピード上がるんだろうな、のっち1でも。制限40。あ、京阪電車。わあ、踏切たくさんあるな。本当にたくさん踏切あります。さっきも言いましたけど。制限20とかあんだよな、どっかでね。なんか制限20があった気がするね。フリー走行もいいけど、やっぱりね、ダイヤ守りながらの停車操作の方が面白いかも。なんか勝手にスピード落ちてるけど、なんかどっかで制限20があった気がする。この辺で結構なマンションっぽいのが
見えてきますね。曲線、曲線っていう標識出るけど、別にスピードが落ちるからスピード出しすぎ注意ってことで曲線の標識が、そうはねちょっと分かんない。制限20、制限25とか制限10とかもあったよね。あ、制限20だ。やべ、制限20。ここ25か。まあ練習用だよね、フリー走行っていうなの。制限10キロっていうのがあるかな。確か制限10っていうのは、ああ15か。あ、こっち行くんですね。で、警笛鳴らして、あ、みんな写真撮って、じゃあファンサービスしましょう。あらららら、やべえ、ファンサービスしてたら、ファンサービスっていうかサービス警笛サービスしてたら 1.5 メートルもオーバーラーして。はい、という感じでですね、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。